はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はちょっと前にレビューいたしましたエンヤのモバユー、こちらのカーボンファイバーのウクレレですね。このウクレレにブラックナイロン弦を貼ってみましたというお話をさせていただきたいと思います。さあ、ブラックナイロン弦、これはですね BJ がいつも使ってますダダリオの EJ53C コンサートサイズ用のブラックナイロン弦です。まずは音の方からいきましょう。どうでしょうか。 BJ 的にはですね、備え付けでついてたフロロカーボン弦、これ日本製らしいんですけども、この日本製のフロロカーボン弦よりもこちらのブラックナイロン弦の方が好きですね。はい、すごくいい感じになってます。ただ音いい感じになってますけども、ブラックナイロン弦はフロロカーボン弦に比べたら音量小さめになります。若干元々の音量よりも若干音量的には下がってますけども、このハイを落とした感じ、高音をちょっと下げた感じのこのダークな音ですね、ウクレレらしい響きで、 BJ はこっちの音の方が好きですね。レビューの動画の時にもお話しさせていただいたんですが、このウクレレにはブラックナイロンは合わないんじゃないかななんて、ボソッと言ったかもしれないですが、合います。はい、やってみないとわからないですね。しばらくあの弦で言っとこうと思ったんですけども、いや待てよと、やってみないとわからないなということで、とりあえず張り替えてみたんですけども、前の弦ですね、備え付けだったフロロカーボン弦は横に置いといて、いつでも戻せる状態にしといたんですけども、もう張り替えた瞬間からその横に置いといたやつはですね、丸めて、弦を置いてある、保管してあるケースの中にしまってしまいました。はい。もうこれでいいですね。甘いようなトーンですね。はい、で、前回の動画でもお話しさせていただいたんですけども、レビューの動画ですね、表側のサウンドホールがこの3本の波のような線だけしかないんですね。でサイドにサウンドホールがあります。このサウンドホールっていうのは中の共鳴したボディの中の共鳴した音を外に出すという機能のあるものなんですが、表普通常のウクレレですと、これ見てください、サウンドホール外に、これサウンドホールってトップ板の真ん中にドーンと大きくありますよね。これあんまりないんですよ。ということはここからあんまり音は出ないということですね。で、まあもちろん出ないと言っても、このトップの部分が振動しますので、この振動が空気を伝わって正面にいる人にも音は聞こえますよ。全く聞こえないわけではないですけど、でこのサイドサウンドホールですね、このサイドの部分っていうのは弾いてる自分の方に向けて開いてますよね。自分に音を聞かせるってことですね。はい、ウクレレの楽しみというのは人に聞いてもらうということもあるんですが、大半の方はですね、自分で楽しむという、使い方なんではないかなと思うんです。ということは自分がいい音が聞こえるというのがこれ一番いいんではないかなという理にかなった作りになってるわけですよ。
正面の音は多少低音成分が、少なめで、でこっち側は自分には豊かな音が響く、はい、いい音で大きな音が聞こえるという作りになってるんですね。はい、そういう話を前回のレビューでもお話ししたんですが、その時はですね、この収録用のマイクに向けて正面ですサイドですなんていう感じで、聞いていただいたんですけども、今回実際にですね、正面にレコーディング用のマイクを置いて撮ったものと、この横ですね、はい、レコーディング用のマイクで撮ったものと音の違いですね、マイクの位置を変えて収録してありますので、どんだけ違うかというところを聞いていただきたいと思います。どうぞ。まずはですね、マイクを正面に置いて、正面から見てる状態での音ですね、弾いてみたいと思います。それでは続いてですね、このサウンドホール、サイドサウンドホールの真上にマイクを設置しまして、そこからの音をお送りしたいと思います。なんか鼻息が入りそうな位置にマイクがあるんですけども、弾いてみたいと思います。いかがだったでしょうか。同じ条件でですね、マイクの位置だけ変えて収録したものであります。面白い作りになってますよね。はい、このブラックナイロン弦なんですけども、フロロカーボンの角がない感じですね。マイルドでダークとも表現するんですが、ウクレレらしいようなこの音ですね。はい、決して硬くなくて柔らかい感じのマイルドな音になると思います。で、木材じゃないこれですね。はい、まさかカーボンファイバーのウクレレにブラックナイロンは合うとは思わなかったところが目から鱗かな。まあこの辺は好みの問題がありますから、あくまでも DJ の好みの音ですよというお話ですからね。はい、はい、BJ のウクレレ講座、今回の動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もぜひお願いいたします。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない、いつもいつまででも。